オスカーダノンは、セルビア出身の指揮者、オーストリア・ハンガリー帝国領サライボのユダヤ系の家系に生まれる。地元の高校に進学し、そこの文学サークル、青春に所属して、左翼思想を身につけた。また、自らジャズオーケストラを結成して、ピアノを弾いて、音楽の経験を積み、在学中に、アンカ海バチッチに音楽を学んだ。また、 キバチッチの創設した合唱団で指揮者を務め、その合唱団でユーゴスラビアの各地を演奏して回ったところ、チェコの作曲家のフランティシェク・ピーハの目に留まり、1931年にチェコに留学することになった。留学先では、カレル大学で哲学、プラハ音楽院で作曲と指揮法を学ぶ傍らで、学生の左翼運動にも参加した。1938年に、 クロード・ドビュッシーの研究で音楽学の学位を取って帰国し、ユーゴスラビアにドビュッシーの音楽を積極的に紹介するなど、積極的な音楽活動を展開した。1941年のユーゴスラビア進行後はパルチザンとして活動した。第二次世界大戦後はベオグラードに住み、1945年から1963年までベオグラード歌劇場の総監督を務めた。 1963年から1970年までは、ベオグラード音楽院で教鞭を取り、1970年から1974年まで、スロベニアフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者を歴任した。その他、世界各地の歌劇場やオーケストラに客演しており、日本にも1965年以降たびたび来日していた。2009年、ベオグラードにて没。パリティカ。 R.S. ありがとうございます。